カワー・リプスコム大学は、アメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルにある、チャーチ・オブ・クライスト系のリベラルアーツの男女共学私立大学。ナッシュビル郊外のグリーンヒルズのベルモント・ブールバードと、グラニー・ホワイト・パイクの間に位置している。2012年秋の入学者は2757名の大学生と1521名の大学生の、計4278名である。 1891年にデイビッド・リプスコムとジェームス・ A ・ハーディングにより創立された。キャンパスの敷地のほとんどがデイビッド・リプスコムから寄贈されたものである。当初、神学校ではなく、キリスト教系リベラルアーツの学校として創立されたため、チャーチ・オブ・クライストのメンバーの多くからは礼遇され、見下されていた。事実として、初期の目録では、精神的研究による、 リベラル教育の供給について創立者の見解が述べられている。国内のどの学校、大学と同様に、広範囲のカリキュラムのリベラル教育を施し、それと同時にじっくりと聖書、神が与えた知恵や善良を学ぶ。確かに、プロの牧師を養成する学校ではないが、老若男女すべての入学者に生活に役立つことを学んでもらう。すべての生徒が、 自身の使命で入学するのである。から、ジェームズ・エイ・ハーディング・コース・カタログ1896から97何人かの著名なチャーチ・オブ・クライストの教約者はここで少なくとも高等教育の一部を受け、チャーチ・オブ・クライストに残っている。教授人は、雇用前にチャーチ・オブ・クライストのメンバーであることを証明しなくてはならなかった。 当初の校名は、ナッシュビル聖書学校で、デイビッド・リプスコム・カレッジに変わり、その後、デイビッド・リプスコム・ユニバーシティとなった。リプスコムは、短期大学として1948年に、第一期生で卒業した。1954年、リプスコムは、南部大学学校協会に初認定された。1988年、リプスコムはレベル3となった。2005年、 公明から法的にデイビッドが抜けエリップスコムユニバーシティとなった。全日制の学生は週3日聖書の授業があり、週2日は教会に行くため毎日聖書を持参せねばならなかった。現在これらの教会の半分はスポーツ施設のアレンアリーナとなり、もう半分は同時に複数の場所で行われるブレイクアウトセッションの場所になっている。大学のキャンパスには付属の高等学校、 中学校があり、1986年に、小学校は、数ブロック先の改築された元公立学校に移動した。これらの参考をリプスコムアカデミーと呼ぶ。ユニバーシティファカルティ、ヒューマンリソーシズ、リプスコムユニバーシティ、リプスコムユニバーシティ、2012年8月20日、閲覧、ブリーフヒストリー、アバウトリプスコム、リプスコムユニバーシティ、 ディプスカムユニバーシティ2012年8月20日閲覧ありがとうございます。